環境省職員が水俣病被害者側の発言中にマイクの音を切った問題で伊藤慎太郎環境省は熊本県水俣市を再訪し被害者らに直接謝罪する事態に追い込まれた1日の患者や被害者らとの懇談を伊藤氏は記者会見で職員がマイクを切ったことを認識していないなどと発言した大型連休中にこの問題に関する報道が 相次いでいたが、事務方が伊藤氏にマイクを意図的に切ったことを正式に報告したのは、連休が明けた7日午前だった。伊藤氏は7日昼、懇談の場で司会をしていた、同省特殊疾病対策室の木内哲平室長に、対し、現地に謝罪に行く、よう指示。木内室長は同日夕方、報道機関向けの説明の場で、職員だけで赴くと説明していた。 ところが同日夜一転して伊東氏も謝罪に行くことを決定8日の報道陣の取材に対し私もいろいろ日程があるので昨日7日急に行くわけにもいかなかったと釈明し涙ぐみながら謝罪した環境省幹部の一人は水俣病は環境省旧環境庁が発足した原点重く受け止めたのではないかと話す 伊東氏は対応が不適切だったとして和田ズ弥次官と上野田正弘環境保健部長に対し口頭で厳重注意した懇談から1週間以上経過してから謝罪するなど環境省の対応は後手に回った一方懇談の場での職員の行為には話している最中にマイクをいきなり切るなんて普通はしない環境省職員など省内からも疑問の声が上がっている 木内室長によると混乱の場では参加団体に3分ずつの持ち時間があり3分を過ぎた場合にマイクを切るという運用方針を事前に決めていた当初は会場で周知する予定だったというが木内室長はメモを読み飛ばしてしまったと話す昨年度も同じ運用方針だったが実際にマイクを切ることはなかった 以下はネットユーザーザの反応をまとめたものです。まだ3分経っていないのに遮って、話をまとめるよう促した場面もあったとか、聞く態度じゃない。ただのパフォーマンスだと捉えられても無理はないですし、今さら、涙ながらに謝罪とか、どう見られるかという意識が、本当にないのだなと感じます。木内室長という方、前任の石渡対策室でも対応が不誠実だと、被災者、 ご家族からクレームがあったそうで、こういった人の感情に寄り添う必要のある部門に適性のある人物ではないのではないでしょうかこの件乱暴な切り方をしてしまった職員は職員としてやはりあの状況で何も言わずにその場から逃げるように退席した大臣の方が問題だと思います。 目の前であんな状況が繰り広げられているのに何もできないような方に大臣が務まるのかもっと言えば国会議員が務まるのか今の政治家はこんなレベルの方しかいないんだと非常に悲しくなります環境省と水俣病遺族との会議の場で遺族が決められた3分内で話が終わらないからとマイクのスイッチを切るなど問題外だ 帰りの航空機の予約に合わせた対応だったのかと疑ってしまう。2001年に設立、環境省ができたのも水俣病問題も大きいはずで。伊藤大臣を含めて、環境省職員の公害病への真摯な対応が求められるはずだ。水俣島で謝罪に出向くだけでなくもっと、認定されないで亡くなった遺族の心に寄り添った対応をすべきだ。 水俣病が発見されてから半世紀以上が経過しているのにもかかわらず、いまだに救済されていない患者が裁判での戦いを強いられていること自体が恥ずかしいことだと思います。その上で、一般のご高齢の被害者の発言を3分が過ぎたからといって、マイクを切るのは、人として冷たいというか、人間味がないように感じました。被害者に謝罪するのはもちろんですが、 べてのの被害者が救済されるよう解決のテーブルにつくべきだと思います患者の身になれば理解できると思うがいかに時間が少ないと言いながら痛みを味わいしかも死亡した家族を持つ身になっては唯一の機会でありせめて他の人たちが与えた時間についても考慮すべきであっただろう環境省の最も重要な課題であるべき 討論会であり、時間がないときは一晩そこに宿泊してでも話を聞くべきであったように思ういかに忙しいと言っても環境省が他に何の重要な会議があるのか知らせるべきであろう短い時間で意見をまとめられない高齢の被害者側に対して冷徹な恫喝のような切り上げ方日本の科学ファシズム論理ファシズム合理ファシズムの合わせ技で 被害者である国民に対し国家が強いているという状況のようにも感じます。涙の謝罪も演出に見えますよ。岸田総理も本来であるならば、被害関係者に出向き謝罪すべき問題だと思います。マイク切りの問題は、長年の悪しき慣習となっていたのだから。政府側出席者がマイクを切られたとは感じなかったと、しらじらしくインタビュー。 に答えていたことに呆れるとともに、現政府の闇深さを感じる。やはり、安倍晋三以降の森掛桜から、政府は隠蔽、鉄道、偽証と何でも。ありになってる。信用度は限りなく、ゼロ。こんな体制を支持する国民がいることが怖い。発言の時間制限は、会議を進める上で必要かもしれないが、 3分ととといいいいううののはかににもだけ場こがれててしまっているマイクを切るというのはそういう環境省の姿勢が隠しようもなく出てしまったものと感じますでも何より問題はやはり大臣の対応あの場で環境省の対応を確認していさめ国側の代表者としてその場で謝罪すればいいものを何も対応せず退席し マイクが切られたと気づかなかったと見苦しい言い訳をするのは大臣の重責を担う能力も姿勢もないと自ら明らかにしているようなものだと思います誰のために仕事してるのか極めて基本がなっていない事務局と大臣官僚候補を試験の成績順に採用するのはやめたらどうでしょうかそれに関連してキャリアだノンキャリアだとか学卒での順序づけは危うくて仕方ない また、採用後から今現在に至るまでの教育が、なっていない大臣のための会合という認識は、出世を狙う官僚的には正しいのだろうが、この場において、本質的に大きな間違いを起こしている。根底がそうだから、もろもろ気づかされていく結果、後手となる。これは、俗人的な問題とは限らない気がしている。 拝見したが、ご高齢の方であれば、なおさら流暢に話すのは難しいだろう。普段喋り慣れていない方が、作文したものを読んだとしても、時間通りに喋りきるのは、容易ではない。ゆっくりしか喋れない、簡潔にまとめて喋ることができない人もいるという、優しさの欠如に見える。仕事で、国の職員の説明を聞くことあるが、とにかく早口。 聞いてるこちらが苦しくなるくらい息継ぎが少なく一気にしゃべる相手に伝えよう聞いてもらおう理解してもらおうという気がないような喋り方をする自分たちの物差しで3分あれば十分だろうと思ってたのかしら今回は話を聞いてもらえるという場として出席されたであろうに話聞いてやるよでも3分だけだぞっていう姿勢だったってことだよな